はい、月が明けまして師走になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。君の会でございます。まあ、寒いですが、オミクロンやかましいですが、今日も頑張っていきたいと思います。まあ、あんまコロネタは今日なくもないけど、最初は違うよってやつだね。はい、大阪で自民党が議席を取れずに、こう維新と公明だけが議席を取った衆院選ねっていう話があったよね。で、その中でさ、こう立憲のとある方がさ、落選して比例復活もできずに議員辞めて議員じゃなくなっちゃったら、ただの人になっちゃったわけだけど、でその方がさ、あの面白いことをのたまってらっしゃるんだよね。うん、まあ誰が言ってるかは後で紹介しよう。本来この選挙で問われるべきだったコロナ対策や、公職文書改ざんまだ言ってるのか、送り返した自公政権の4年間まだ言ってるのか、バカじゃないのか。そして今後の日本行く道を通るんだな。けれど、自民党右派と、維新が、挟み撃ちにされて戦いにくさもあり、辻元を国会から追い出すんだという勢力に打ち勝てませんでした。つまり自分は相手の政党のにこう狙い撃ちされて負けたんだっていうかね。別に議員と維新は共闘してなかったんだしさ、うん、そもそもだね、うん、君が訴えるべきはだね、その選挙区の住民であってだね、住民に訴えてちゃんとこう心に響くことを言えば、だ少なくてもね、この2行目だよね、公文書改ざんとかいう言葉をこの後に及んでまだ言ってるようじゃダメだと思うよ。コロナっていうのはコロナのことだけでさ、選挙戦戦ってればさ、まだね、価値はあったと思うよ、ね、だけど、こう終わってしばらく経って一月以上経って、立憲の統一戦も終わって泉君がなって、そしてほとぼり冷めたから、ここに来て自分は狙い撃ちされて負けなんだって言い出したと。いい神経してるよね。そしてそれで責任転嫁をできる頭の作りが素晴らしいと思います。はい、そんなことで責任転嫁してしまえる自分の至らなさを痛感しておりますとか言えないのかね、君はっていうね、自分がもっと訴えればよかっただけの話だよね。これだってそもそも自民の候補だって負けてるわけだよ。そしたらさ、やっぱそこでやるべきだったのはさ、自民候補じゃなくて維新候補よりもどんどん訴えていくことをさ、選挙民に受ける、選挙の住民に受ける、有権者に受けることをね、やっていかなければいけなかったと思うよ。で、あのずっと通ってきたからあぐらをかいて今回も通れるだろうと、坂をくぐってたら負けちゃったという感じですね。はい、とても面白いなと思います。さて、ちなみに誰かと言いますと、辻元清美さんでありますね。はい、まあナマコンさんは相変わらず平常運転でありますね。この後でさ、ダンプカーを止めてはいけないとかさ書いてあるんだよね。相変わらず生コン連合との付き合いはやめる気は毛頭ないと、建築が大好きだと、でもそれ、辻元に陳情したってもう国会議員じゃないんだから、何の意見も国会では通せないわけだよね。はい、生コンの皆さんどうするんですか。はい、支援が足りねえぞ、生コンさん支援が足りねえぞ、もっと辻元を押し上げる距離やらないと僕は残っちゃうじゃないか、ね。まあ少なくても次の選挙があるのは、まあ、しばらくはないでしょうからね。はい、参院選じゃなくて衆院選の話ね、また解散すればすぐはできるけど、そうそう何回も解散されて止まらないからね。だからまあ遅いけどね、長いけどね、しかしその前にはあるとは思う、あるんだけど、その時辻元さんは何をやってるかな、ただの人をやってるか、議員候補やってるか、どっかの人の市長をやってるか、はたまたもうこの国にいないか、はい、まあ楽しみにしたいと思います。はい、でね、繰り返しになりますが、他の候補にも言いたいね、辻元さんだけじゃなくてね、はい、落選した人も当選した人もだけど、君らを選んだあるいは選ばなかったのは有権者ですよ。はい、有権者に、有権者から支持を得られなかったからあんたは落ちたんだよ。まあ、比例は違うけど、ね、選挙区、小選挙区の人たちはそういうことであると、有権者にまずは訴えなあかんかったんだということを肝に銘じて、まあ、特に落ちた人たちはね、励んでいただければ、励まなくてもいいけど、あんまり自分たちは、はい、いいなと思う私であります。まあ、頑張って身を清めて出直してきてくださいね、辻元さん。次の活躍を楽しみにいたしております。ありがとうございました。